イッチャードラゴンの件で来たんだろう。そのドラゴンについて話してくれ。例えば外見とか知らないのか。それでもモンスタースレイヤーか。鱗と翼と爪があって、ドラゴンはドラゴンだ。話しても無駄だ。殺してこい、死体が増える前に。通常ウィッチャーはドラゴン退治をしないが、調査しよう。犠牲者の話をしていたな。アスケルとニラスって兄弟だ。狩りに出かけて餌食になった。怪我がひどすぎて運び込まれた時は俺ですら足がすくんだよ。大怪我ならそれなりに見てきてる。戦に出たのは32回。ポビスから山々へと。面白そうな話だが、傷の方が気になる。説明してくれるか。自分の目で確かめるんだな。家族が葬儀の準備を始めてる。遺体はまだ村の北端の自宅にある。だが遺体は敬意を持って扱えよ。しきたりにのっとってな。おやまあ、またドラゴンの犠牲者を見に来た客かい。こりゃ見物料取れそうだね。かもな。職業柄死体は十分に見てるから俺は払わんがね。ウィッチャーだ。例のドラゴン退治の依頼を受けてきた。ごめんなさいね、知らなくて。何かお役に立てる？遺体はどこにあった？川の向こうの空き地。あの子たちのお気に入りの場所よ。よくノウサギを捕まえてた。辛いかもしれんが、遺体を見せてもらいたい。みんなとは違って許可を求めるんだね。化け物退治の役に立つならどうぞ。とりあえずは十分だ。ご協力に感謝する。そして必ず仇は討つ。爪痕、噛み傷だが火による被害はない。妙だな。情けないドラゴンだな。牛を持ち上げられず引き裂いて置いていったのか。牛の地下、巣に続いているかもしれん。骨が粉々だ。上空から落ちてる。巣だ。フォークテイルのものらしいが空っぽだ。待っても無駄だな。餌を用意しよう。ドラゴンを何とかしてくれるかい？ドラゴンの住処を見つけたぞ。だが殺すには餌がいる。羊とかだ。なるほど。硫黄を詰めるのか。またしても勇敢な靴職人のお仲間か。硫黄はなしで結構だ。羊だけでいい。味付けはいらん。よし、譲れるやつがいる。少し貧弱だが使えるだろう。羊を好きな方向に歩かせる方法を知ってるか？左から近づけばそいつは右に行く。右から近づけばそいつは。犬に分かることなら俺にもできるだろう。羊はどう呼ぶんだ？おいで羊ちゃんか。おい羊、
フォークテールを狩るぞ。前進だ、羊。前に進め、ほら。ドラゴンを何とかしてくれるかい？問題解決だ。それだけか。もっと詳しく、ドラゴンは火を吹いたか？毒は？ああ、それと金色の鱗に尻から煙突みたいに煙が出てた。金融詩人の歌の通りだ。報酬はお前のものだ。お姫様もな。だが金だけもらっておこう。怪物に困ってたら、ウィッチャーが来て怪物を倒してくれた。